Hazard 6. Say I didn't warn you. You want to tell me what the hell just happened? Long story. Yeah, maybe it's your blood they should be testing for vaccines. They already did. More than I could stand. はい、こんにちは、ブルコースです。本日もね、バイオハザード6をやりながら人生相談乗っていこうと思います。前回ね、チャプター1をクリアしたところで、ジェイクのデータを、ヘリから落ちるときにね、紛失してしまったということだったんで、それを今回取り戻しに行くというパートをやっていこうというふうに思います。でね、ラマゴアに入る前にやらなきゃいけないことがあると。ジェイク のアイテムっていうのが、データか3つ落としたことになっちゃいますんで、それを拾ってね、山小屋で、キャッキャウフフイチャイチャパンパンっていうのをやって、いくという、そんなパートですね。ということでね、本日の動画も早速ね、やっていきたいと思います。人生相談というか、なんかこれはなんかタイムリーな話題のものが来てますね。じゃあ早速ね、まあ、しばらくアイテムも出て、アイテムじゃない、敵キャラも出てこないので、早速人生相談というか、なんか、まず時事問題取り組んでいこうと思います。某 YouTuber がクラウドファンディングで目標金額に届かなさそう、助けてって動画を上げてました。かなり自分に都合のいいことばかりを話していましたが、こういう人の顛末ってどういうものになるんでしょうかっていうことですね。もう誰かっていうのは多分分かってるというところですよね。まあ YouTube 界隈で言ったら僕なんかよりも彼の方がはるかに上の存在、雲の上の存在なんで、まあなんかそこに関して土俵に上がってとかって一切するつもりはないんですけど、まあ、 一定の層にはね、受け続ける可能性があるんで、まあ、発信さえやめなければ収入は多分得られる状況なんじゃないかなというふうには思いますね。はい。ただ、まあ、やめてしまったら、まあ、仕事でも何でもそうなんですけど、やめてしまったら支援者もその支援用の仕様がないので、まあ、ただただ落ちぶれていくだけなんじゃないかなと思います。だから一般人と同じで、まあ、勤め人にはならないといけないんですけど、もし落ちぶれた場合はね。ただ、なんだろう、勤め人になるにしても中卒になるわけだし、まあ、学歴がないので、そのフィルターにかかると相当厳しいんじゃないかなと思いますね。そもそもなんかあんまり勉強できるようには見えないしね。で、クラファンも友人かっこはてなってところですけど、なんか支援してもらって達成したみたいなね、ところはあるんですが、まあ、本来は支援者になんかその見返りを渡すもんですよね、そのクラウドファンディングって。僕もとあるクラウドファンディングやった時に、支援した金額に応じて、これだけの見返りあります。だから僕を応援してくださいっていうのがあって、それに共感も得られたし、やりたい、そのクラウドファンディングのそもそも目的にも大きい共感を得たものだったんで、パンと出したものがあるんですけど、まあ、もともとがそのなんか全国を回るために、自分と同じような不登校の子たちを励ますためにやるっていうのが目的だったわけですよね。それがなんか支援者の人たちのその声とかっていうのを聞いてると、本当にその支援を求めている人たちが出してあげるとかっていうよりも、どっちかっていうとなんか物珍しさとかにお金をポンと出している、なんか某社長とかいたじゃないですか、100万円で9割売名ですとかっていうね。まあ、あれはメディアの取り上げ方が悪いだけで、実際に社長というか、まあ会長になるのかの話とかを聞いてたら、全然そんなことはないっていうのが、まあ、分かる話かとは思うんですけれど、うん、ね、
だけど、まあまあその話はいいとして、まあ、そこからね、結局その学生さんとかを支援するための活動にもかかわらず、その実際に助けてほしいって思って支援してる人たちっていうのが500円とか1000円とか5000円1万円だったっけ、なんかわかんないけど、うん、っていうのが なかったっぽいんですよね。だから結局世間の目でその某 YouTuber さんから助けてって助けてって言ってたけど、某 YouTuber さんのことを本気で支援している人たちってそんなもんなんだっていう話なんですよ。だから単純にだって行ってね、なんか飯食いながら、しかもお金出して飯食わせてっていうような状況の中で、結局そんなんでお金じゃないやかけてもらえる声って、せいぜい死んだらあかんとかそんなレベルのもんでしょ。だったら別に誰でもいいんじゃない、その程度の声かけてもらうんだったらって思うんですけど、だってなんかいろいろとしっかり喋ってるとかっていう声を聞いたりしますけど、大して中身ないなって、中学生にしては幼いこと言ってるよなって、経験値が違うっていうだけで、別に思考回路とかが他の学生とか他の中学生とかと比べて優秀かどうかって言ったら、僕中学生の塾の講師とかってやってましたけど、大して変わらないというか、ちょっと低いんじゃないかっていうくらいなんですよね。だからやっぱり学校に行って同世代とのコミュニケーションとかっていうのを取っていないっていうのは、まあ相当なハンデになってるんじゃないかなっていう気は個人的にはしてますけどね。まあまあそれが別にいらないっていいと。で、なんか時給30万なんですよね。羨ましいなと思う。時給30万って立派だなと思いますけど、っていうことを考えたら、わぁ、何か別に変化しちゃってんなぁ、これ。っていうことを考えたら、まあ別にね、もうそれだけ稼げるんだったら、友達とかもなくてもいいのかなと思いますけど、でも本当にやりたいことっていうのが、なんだろうな、全然ブレブレだなっていう気はしますよね。だって本当はなんか自分と同じような目に遭っている、かっこ本当かどうかは別にしてっていうのがある中で、で、実際に、その子たちを助けるために自分たちが活動したいっていうのが思いがありますけど、なんかクラファンそのものを達成することっていうのがなんか目的になっちゃってる気がするんで、それは違うよねっていう話ですね。それを通じてその先にいる本来助けたい人たちっていうために活動をするっていうのが目的のはずなのに、そうじゃなくなっているっていうのが大きいかなと思うので、だから目的と手段がなんかもうバラバラになっちゃってるんで、あれは、なんか達成したとは言えない、まあまあまあ表面上はね達成したって言ってもいいのかもしれないけど、まあ個人的には残念だなって言ったりしますけどね。まああんまり興味がないんで、別にねどっかのお子様がどうなろうが何だろうがって別にどうでもいい話なんで、それになんかこうメディアが一時取り上げて、で、まあ時事問題としてなんとなく面白いなと思うんで、僕も結構調べたりとかするんですけど、まあ10分15分とか調べて、なんかニュースとか流れたか、ね、宮迫さんの焼肉からラーメン屋問題とか、なんかヘズマ流がホームレス問題だとか、あとなんだっけ、ありましたよね、なんか、柴田の八百長試合とかっていう、なんかそこら辺ね、僕もちょっと野じ馬っぽく、面白いから調べては見るんですけど、それに対して、なんか、やいやいコメントとか打ったりとかっていう時間は、なんかもったいないなとか、そこになんかこう、感情を使うのとかっていうのも、すごい、めんどくさい話なんで、まあ、そこら辺はちょっと他の方々とは違うかなと思うんですけど、まあ、一応ね、こういうところで、なんかもし来たら喋れるようにっていう程度、ネタ収集とかしますけど、っていう感じかな。まあまあそれはいいとして、まあ何かやるんだったらやっぱりね、その目的っていうところはちゃんとね定めといた方がいいですよ。だから最終的に誰かにすがらないと達成できないっていうような手段でやっていくとしたら、まあなんか今時はそのツイッターでお腹空いてるんでご飯誰かおごってくださいって言ったら助けてくれる世の中だみたいなことを2チャンネルの創設者のひろゆきさんが言ったりなんかされてますけど、まあ全部が全部そういうわけじゃないですからね。ごめんなさい。っていうところもあるので。爆発。ちょっと待っていいですか。でもありますけど、まあまあ、本当に助けてくれる人っていうのは、なんかヘルプっていう前に、なんか助けてくれますからね。まあ、ヘルプって助けてくれる存在が何人かいるかっていうのも結構大きな話かとは思うんですけど、まあ、それ以前に、まあね、
何か困ってないかとかってね、助けてあげようかっていう話になれば、あのより一層いい話になるんじゃないかなと思うけど、なんとなくなんかそんな感じがしないよねっていうところなんですよね。だから結局大口なんか100万円突っ込んだ人がなんか2人くらいいたんですけどね、それでも半額達成じゃないですか。あ、じゃあ残りの半額はって言ったら、まあなんか YouTube 界隈の中にお仲間がちょこ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 入れて、だから実際に助けてほしい人っていうのが何だったっけ、なんか5000円数人、1万円数人っていうレベルっていうところだったんで、うん、そもそもあのなんか一番高いのがなんだっけ、あの YouTube にコラボで出演させてくれるみたいな、そういう特権があるみたいな話聞きましたけど、別に自分の身入りになるわけでもないのに、その出して広告収益が得られるわけじゃないのに、なんでわざわざ出演お金払ってまでするのって、その出演したあの動画 の, あの広告費が全部なんだろう、もらえるっていう話だったら、あの喜んでね、出演したいって、それを例えば、まあ、何ぼだったのかしないけど、10万なのか30万なのか100万なのかしないですけど、出して、その広告費用っていうのがもらえるっていう話だったら、もう喜んでね、あの出演してみるっていうのはあるかもしれないですけど、ここをダメージ食らってこけたら、さ一番下まですーっと下ろされるからめんどくさいんでね、ちょっとそうならないように気をつけて上がっていきたいかなと思います。だからなんか見返りがしょぼすぎるしょぼすぎるっていうか完全に自分本位だよね。なんか自分のなんだろう、スター性に酔っちゃってる感があるなっていう気はするね、まあ、こんなね、誰が聞いてるやもわからないようなところで偉そうにベラ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 語っているやつがよく言うわっていう話なんですけどね、あ結局俺もコメント打ってるやつらと大して変わらないじゃねえかって思いますけど、まあそこはあのなんだろう、あのご要望があったんで、まあ、読んだというところで、次の質問に、ね、乗っていきたいと思います。さて、おうおうおお、これ引き殺せるのかな、めっちゃ狙われてるけど危ない、痛い痛い痛い、撃たれてもこの場合はこけないんだね、 OK、 ちょっとねここで練習しとかないと、小屋入った後ね、多分バイオ6史上一番難しいんじゃないかっていうね、アクションゲーが出てくるんでね、ういー、ああごめんなさい、いいよね今回のコンピューター、一切ダメージ受けないから、うん、とりあえず登れるだけ登っていっちゃいましょう、うぃー、うん、まあまあそんなところでね、これがちょっと、うっ、あらやっちゃった落ちてったねじゃあ、 もう一個のスノーモービルをダッシュしたら次の質問でいきたいと思います。次はですね、営業をやっていますが自分に自信がなく全然成果が出ません、自信をつけるために何かやっていることはありますかということですね。はい、ありがとうございます。僕がその営業やっているっていうことをね、まあ、結構認知いただいている方も多いかなと思います。まあツイッターにもそれ書いたりとかしてますからね。で、営業としてやってることっていうのは、まあ、大きくは3つかな。1つは見た目を良くするっていうところなんですけども、僕別にイケメンでもないですし、背が高いとかってわけでもない、本当にごく普通、まあ、もしくはちょっとブサイク寄りの見た目をしてるんで、あんまり正直自分の見た目には自信がないんですけど、その相手にかっこいいとかいいなって思ってもらえる見た目をしてるかどうかっていうのとはまた別で、自分がなんか気に入るような格好をしているかっていうところなんですよね。だから僕が普段やってるのは筋トレでボディメイクっていうところと、まあ、お腹は覗くまあお腹も頑張ってるんですけどね、まあ、覗くとで、それから朝起きた時に、保湿クリームをきちんと塗りたくる、顔とかね、腕とか首周りとか塗るとかっていうので、まあ、お肌整えたりとか、それから、まあ、お風呂上がりに、全身に、ボディクリームを塗って、で、顔は化粧水塗って、保湿クリームで閉じ込めるっていうようなことをやったりとかしてるんですけど、まあ、そんなところですね。うん。で、まあ、ずっとやっていくと、その、自分の見た目っていうのが、そのままでやるか、そういった、ね、ちょっとした化粧みたいなことをするかで、全然その気持ちっていうのは変わってくるんですよ。うん。だからその部分というのは非常に大事にしてますね。だからそうやって見た目を整えることに、見た危ねえ、見た目を整えることで、まあ、自分に自信
見た目の自信をつけるっていう、まあ、ここは外見のところっていうところですね。あともう2つっていうのは、これはちょっと自分のパフォーマンスの話になってくるんですけど、1つはあのヒアリングが僕とにかく嫌いだし苦手だし、やらなくてもいいかなと思ってるんですけど、まあ、あのその人並みにはしますけど、なんかめちゃくちゃ掘り下げてみたいなこととかっていうの苦手だし、そもそもあんまり人に興味ねえしっていう話なんですけど、うん、まあ、コーチングするときは別ですけどね、コーチングするときはもうとにかく相手の話をじっくり黙って聞くっていうのをあの心を開けてやってるんですけど、営業の時なんかはその根掘り葉掘り聞いたところで相手が何欲しいかっていうのは相手の中にないんですよ。あの物パンって提示されて、あそれいいねって思ったものをあのお客さんを買いたいなって思うわけなんで、だってあのなんだろう、具体的にこれまた引いちゃったなんかあのこれ欲しいあれ欲しいとかってあんまりお客さんの中にないんですよ。服も欲しい、服欲しいなってなった時にお客さんって目の前に提示された時に、あこの服私に似合うかもみたいな感じになるんですよ。初めからこの服買いたいんだよねって言って、あ、これっていうのであの買いに行くっていうケースっていうのはそんなにないっていうか、むしろ珍しい方だったりしますんで、だから徹底的にプレゼンをするっていうのをやってます。でこういうこと困ってますね、ああいうこと困ってますよねって当たりをつけて、要は服だったらこういうのを着たいですよねって、こういうコーディネートが素晴らしいと思いますよっていうことを伝えて、でそれでお客さんがあのできそうだなとか自分に似合いそうだなっていうイメージをプラスで持ってもらってやるという、そんな感じですね。だから圧倒的なプレゼン力で、お客さんをにあのプラスのイメージを持っていただくという、そんな感じですね。これゴールどこで、どこ行ったの、だから全然わかんない。あーなんか滑りたい、テーテレテーテーテレ、まあそれはいい。であともう一つはあのお金の話は、そうですね、なのでまあ最終営業でクロージングっていうのをかけなきゃいけないんですけど、その営業でクロージングをかける際に金額の話をすると、なんかお客様にお金を出してもらって、でそれを買ってもらうっていうところに結構まあ空になってしまうというか、なんか気が引けてしまうっていう営業の方がまあ非常に多いかなと思うんですけど、でも結局僕たちってこうなんか営業って直接かけに行くと、この金額ですみたいなことをここでこの金額で買ってくださいみたいなことをバーンと言ったりすると思うんですけど、実際他のまあ一般の B2C と呼ばれる、例えば飲食店とかアパレルショップとかそういったところで買いに行った時に、自分たちでその金額っていうのを把握した上で、あのまあ例えばハンバーガーだったら120円ですとか、あ服だったら1980円ですとかっていうのを分かった上で買おうとしてるわけじゃないですか。でそこでなんか提示した価格であの高いねとかってなんかいろいろ言ってくるかもしれないですけど、でもそれが正規の値段として売っているっていうことであれば、ぼったくりダメですよ、ぼったくりダメですけど、正規な金額で売っているっていうことであれば、全然そこをですね、あの否定というか、あの億劫になる必要が全くないと。むしろ提示する金額で買わないっていうことは、それはお客様と呼べないいい存在になってしまいますから、そこはですね堂々とあの金額をバーンと提示する、この3つっていうのが大事ですかね。見た目を良くする、それは筋トレでボディメイクをしたりとか、あの化粧で見た目をですね、お肌を良くするとかっていう部分と、でそれからまあお金を提示バーンとすると、それからも圧倒的プレゼン力を身につけるっていうところ、この3つっていうのがまあ大事になるかなと思いますね。だからプレゼンとかで喋るのが苦手ってなったいう場合だったら、とにかく製品知識を見つけて、お客さんから聞かれた質問に何でもかんでもスッと答えられるって、そういうレベルに仕上げていくのがいいのではないかなと思います。ということでね、今回ここでムービーにスッと入っていきますんで、この辺りで本動画終了としたいと思います。キリがいいんでね。はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。